領国管理法の改正。で今政府がその提出している法案によるとですね、日本はこれまで、日本人と競合する可能性のある単純労働者については受け入れないっていうことをずっと貫いてきた。その国会でも問題になってるんですけど、この技能実習自体がもう本来の趣旨とは全然違うところで使われていて、これ本来は日本でオンザジョブトレーニングで技術を覚えて本国に帰って、そこで活躍してくださいねっていう制度なんですけれども、実際やってるのはですね、建設現場で鉄筋運んでたりですね、もうずっと牡蠣を剥いてたりですね、透けそうだろずっと一日さばいてるとか、だから研修じゃなくてもう労働力なんですよね。単なる単純労働、単純労働なんですね。しかもその最低賃金を下回るようなものすごい低賃金を課せられた上に、寮費だとか要するに生活費を天引きすることによってですね、もう実際にもらってる給料が3万4万とかっていうひどいことがもうあちこちで行われている、うん。女性は技能実習生としての食品加工会社に勤務。半年後、日本人の恋人との間に子供ができました。流産の恐れがあり、1週間の休暇を申請。しかし会社側は3日間しか休みを与えませんでした。1週間後、受け入れ窓口の団体の職員が突然女性に即時帰国を強要。携帯電話を奪われ、富山空港に連れて行かれました。電話の返還を求めましたが、職員はこれを無視。搭乗口で他の乗客から借りた電話で恋人と連絡がつき、空港職員に保護されましたが、翌日女性は流産してしまいました。後日この問題について記者会見した女性を会社側は解雇。2年前会社働いた怪我しました。サインしないと帰ってくださいと何回も言われました。仕事中の怪我について会社から保証がなく帰国を迫られたという証言や、時給300円で長時間の残業をさせられたなどの訴えが相次ぎました。失踪した理由に低い賃金を上げた人が最も多く、1929人でおよそ7割でした。また半数以上の人が月給10万円以下であることも分かりました。さらに 5% に当たる142人は暴力を受けたことを失踪した理由に挙げています。来日のためブローカーらに100万円以上を支払った人は半数近い1393人いました。日本に来るときに旅費とかかかるので、借金してるわけですよ。だから借金してるんだから、借金返せよ、お前いくら低賃金でも働けって言って無理やり働かされている。うん、だから去年1年間で7000人以上が脱走してるわけですね。はい、ね、確実なことは、大量の外国人労働者が日本にやってくるっていうことになるんです。大量といってもどれぐらい？政府は初年度で4万人ぐらい、最終的にも50万人ぐらいっていう程度のことを言ってんですけど、そんなことで収まるはずがないんですね。うん、なんでかっていうと、これ5月30日に日本経済新聞がスクープをしたんですけれども、はい、その時はですね、建設、農業、介護、宿泊、造船という5業種で、50万人程度が2025年に入ってくるだろうっていう報道だったんです。なるほど。ところが現時点でこれがどうなったかっていうと、ビル清掃とか外食も含めて14業種、つまり業種が3倍に拡大してるんです。はい、5業種で50万人という見込みが、はい、業種が14業種まで増えている。業種が3倍に増えて、なんで人数が一緒なんだっていうのは大きな疑問ですよね。うん、そうですね。それだけじゃないんです。実際にじゃあどうなったかっていうと、今日本で働く外国人労働者の数っていうのは128万人なんですけれども、はい、統計が始まった9年と比べて79万人、80万人近く増えてるんです。いいですか？今は原則禁止なんですよ。禁止でも80万増えてんのに、これを合法化して50万人で収まるはずないじゃん。これ100万人以上でも聞かないかもしれませんね。はい、もっときますね。もっときます。で、でも別に外国人労働者の話だろって思われてるリスナーの皆さん、そうではないんです。はい、経済学では供給が増えると値段が下がるって、これが大原則なんですね。星尾隆さんっていうエコノミストが経済企画庁に行った時も、はい、外国人労働者が入ってきた時
何が起こるかっていうと、うん、彼の推計だと50万人入れて 14% 賃金が低下、100万人来るとなんと 24% も賃金が下がりますよ。100万人来たら 24% 賃金下がると。ただでさ、日本の最低賃金ってヨーロッパと比べるとすっごく低いんですよ、はい。例えばようやく首都圏で平均時給が1000円ごく最近超えたぐらいなんですね、はい。ヨーロッパなんてその 1.5 倍ですから、うん、でただでさえ低いのが、はい、これ 24% 下がると何が起こるかっていう話なんです、うん。仕事を外国人労働者がどんどん取ってって で日本人は賃金が下がるっていうとばっちりを受けるわけですよ、はい。でこれヨーロッパではもうこの全部悪いことは失業から経済の低迷、外国人労働者の責任だと、あいつら返せっていう極右政党がバンバン。ヒトラーはユダヤ人を攻撃することによりゲルマン民族の優秀さを強調し、国民全体を一つの色に染め上げました。朝鮮人は死ねえ。固定スタンス。朝鮮人は死ねえ。固定スタンス。です。日本が嫌いなね、韓国人、女でも出てこい。締め殺してやるから出てこいよ。国民も群衆化する。今やろうとしていることは、とてつもない外国人差別につながるんです。うん、でしかもね、しかも今人が足りないって言ってるんですけれども、今第4の産業革命、人工知能やロボットがどんどん仕事を置き換えていく、はい。で野村総研の予想だと、もうすぐに、10年ぐらい先ので、半分の仕事が人工知能とロボットに置き換えられる、うん、半分がね。この安い労働力がいっぱい入ってくると、省力化投資の意欲がそがれるんです。これは私大学で労働経済学を教えてるんですけど、安い労働力があったら、例えば自動販売機、自動改札機、はいはい、そういうのを投資しなくなるんですよ、人使えばいいということですね。そうそう、ということ、最先端技術の、まあ、いわゆる導入が遅れるんですね。遅れるんです。日本は今それで商売してるんです。日本の自販機とか自動改札機とか、こう省力化機器って、はい、世界最高水準の技術を持っているんです。日本の産業基盤が崩れるんですよ。なるほど、乗り遅れるんだ。そう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 、第4の産業革命に。だからここは今は苦しいのは分かるんですけど、ここはぐっとこらえて、だからコンビニ人が足りないって言ってるんですけど、セルフレジにしていけばいいんです。うん、はい、私やってみたらね、そんな難しくないし、スーパーなんかいっぱいもう、はい、全部自分でやってますよ、ピッてバーコード、うん。法務省っていう役所は日本一利権のない役所だったんですよ、はい。だからあの小物が法務大臣になりますよね。あの100万単位の外国人の受け入れをするかどうかっていうのを審査するようになるとですね、とてつもない利権が法務省に生まれるんです。でしかもですよ、今入国管理局っていう法務省の一つの局なんですけれど、うん、それを入国管理庁かな、庁に格上げするっていうのがセットでついてるんですよ。もうね、私はこれ怪しいぞって言って、国民の生活が第一なんて政治はですね、私は間違ってると思います。みんな18歳で国防の義務ということとセットになっています。この国を守る義務があるから、自転車の権利行使、最大の権利行使であるこの選挙権、投票権を持っている、この国防の義務というものがですね、日本の中であるのか。でこれは憲法には全くそういうこと書いてませんけれども、まあ、書いてあろうがなかろうが、当然主権者が国防の義務がないなんてありえないわけで、新しい協力の方には対抗心を書き取りました。学校において、自分のために命を受けられたんだ、バカだと勉強している先生たちがいます。野球の大震災において全産業の女性職員が下見に止まった、限られない祖国を守ることになります。
愚か者だけど、愚か者で終わらない。